江庭公園のオリエンテリング用地図江庭公園は北海道江庭市にある公園。陸上競技場や野球場などのスポーツ施設を整備しているが、公園面積の約半分は原生林になっている。園内の森林の奥には湯干,干し川の源流があり、水が湧き出ている。園内の遊歩道沿いには樹齢350年を誇る水ならの大木があるほか、 黒つぐみなどの野鳥を観察することができる。陶器降雪時や園内を圧雪整備し、一周1 5キロ3 5トルの歩くスキーコースを開設する。スケーティング滑走は禁止であり、陸上グラウンドをスケーティング練習用に整備している。公園内の床干し側の湧水に近い段丘には、殺門時代の竹穴式住居のくぼみを確認することができ。 縄文時代や俗縄文時代、アイヌ文化の遺構も発見されており、総称して、江庭公園遺跡としている。明治の江庭公園一帯は開拓士が牧場を開設し、札幌のマコマ内にあったマコマ内主築場から父牛などを放牧しに来ていた。1947年に、主築場が新徳町に移転し、1958年に、 エニワ町が町立公園用地として、同う,う地の払い下げを受けた。1960年、南エニワ駐屯地の部外工事として、陸上競技場、野球場、テニスコートバレーボールコートなどの整地を開始した。年表陸上グラウンド野球場競技場定休場。ありがとうございます。